毒ガスを運ぶトレーラーと毒ガスの犠牲はごめんだと書かれた看板。り川村、1971年1月、レッドハット作戦は沖縄本島の米軍基地、千葉奈弾薬湖に極秘裏に毒ガスが貯蔵されていることが明るみに出たのをきっかけに、これを島外に移送するため1971年に実施されたアメリカ軍の一連の作業である。千葉奈弾薬庫は、 現在、カデナ弾薬庫の一部となっている。報道人向けの輸送作業を実演。マキコ補給地区、1971年5月11日1969年7月18日、沖縄県三里村の千葉ナ弾薬庫内のレッドハットエリアで、致死性の VX ガス放出事故が起き、アメリカ軍人ら24人が病院に収容されたことを、 ベーシュウォールストリートジャーナルが報じた。これによって同施設内に毒ガス兵器が存在することが明らかになり、アメリカ軍はこの事実を認めた。弾薬庫周辺では以前から皮膚の炎症や目の痛みを訴える人がいたり植物が枯れたりしていたが、アメリカ軍に帰り見られることはなかった。貯蔵量は致死性のものを含め一万三千トン。アメリカ合衆国以外で、 配備されているのは沖縄だけだと伝えられて、住民は不安と恐怖に包まれ、怒りの声が広がった。各種団体の抗議声明が相次ぎ、立法院は全会一致で、毒ガス兵器の撤去要求決議を採択、市町村議会による撤去決議も挙げられていった。1970年5月23日、沖縄県祖国復帰協議会が主催する1万人規模の 毒ガス即時撤去要求、アメリカのカンボジア侵略反対県民、総決起大会が開かれた。結局、アメリカ軍は、ハワイ諸島の西方約1 4 0 0トルに位置するアメリカ合衆国領ジョンストン島に毒ガスを移送することを決定。琉球政府主席のヤラ長病は、毒ガスは沖縄の人々に知らされずに持ち込まれた。撤去は沖縄側の責任ではない。 アメリカが撤去にかかる地元の費用を一切負担しないというのは道理が通らないと日米両政府に訴え続けた。日本政府は当初軍事機密を理由に関与を避けていたが大体道路建設費など60万ドルを日本政府が負担することで決着したアメリカ海軍海上輸送司令部所属輸送船上の神経が包み込み作業。甘根願い橋。 1971年7月1971年2回に渡り、千葉奈弾薬湖から東海岸の串川市の天根願い桟橋まで 11km から 13km の工程を延べ1300台以上のトレーラーで移送作業が行われた。ガス漏れを検知するためトレーラーにはウサギが乗せられていた。1月13日、第1次毒ガス移で、 マスタードガス150トンが運ばれた。この時人口密集地を通る移送路周辺の住民約5000人が避難し、80校以上の小、中、高校が臨時休校した。7月15日から9月9日、第2次毒ガス移送では、サリン VX ガスなど56日間にわたり移相が行われた。県は人口密集地を通過する。 第一次の移送経路の変更を求め苦心した。最終的に住宅地などをできるだけ避けうる経路に変更し、アメリカ軍は安全性を強調したものの、付近の住民は自主的に避難したという。同年6月11日放映の帰ってきたウルトラマン第11話、6月怪獣出現は、この作戦を念頭に置いて書かれており、沖縄県出身の脚本家の金城哲夫が手掛けた。 テレビドラマの脚本としては、最後の作品となった。9月19日には、NNN ドキュメント71、毒ガスは去ったが、が放映され、移送作業の一部始終とともに、基地の島の将来への住民の不安を伝えた。1972年、本土復帰に伴い、千葉な弾薬庫は、他のカデナ飛行場に隣接する米軍の弾薬庫の8つの弾薬庫とともに、 カデナ弾薬庫となった。一部、沖縄市に返還された辞書は、那覇中東地白川校舎教育訓練場となり、自衛隊が高下部隊の基地として使用している。2019年10月、米国情報自由法により公開された過去の最高機密文書から、当時一葉の弾薬庫に貯蔵されていた、化学兵器の正確な構成と、その危険性が明らかになった。 1970年の報告書によると、千葉な弾薬庫には、13種の神経性、ビラン製ガス弾、約29万発、100キロのサリンを内蔵する MC1 型爆弾が3000発、以上4.5キロの VX ガスを撒き散らす、地雷1万3000個の化学兵器も含まれていた。欠陥品に分類されていた約2万9000発のロケット弾には、 約8万5000キロのサリンと VX ガスが搭載されていた。2019年10月、毒ガス漏出で被害に遭った元米兵が証言し、最重要機密だったせいで、当時の検査結果は機密で知らされず、健康被害調査もされていないまま、今も後遺症に苦しめられていること、探知機の代わりに使った何百というウサギを殺処分したことなどを語った。 2009年のアメリカ合衆国体疫軍人賞の文書にレッドハット作戦に関する記録では1969年8月から1972年3月の間に沖縄で除草剤が貯蔵され後に処分されたと記されており枯葉剤との関連性が指摘されていた2012年8月7日になってアメリカ陸軍科学物質庁による2003年の 報告書の中に関連する記述があることが報じられた。報告書によると、ベトナムから沖縄の薪港補給地区に持ち込み貯蔵していた、枯レ葉材の一種、オレンジ材、エージェントオレンジ55ガロン入りドラム缶2万5000個を、ベトナム戦争最中の1972年、アメリカ空軍がジョンストン島北西にあるレッドハットエリアに輸送していた。ジョンストン島では、 枯葉材113トンが後に土に漏れ出ており、また1977年にオランダ船バルカヌスの上で海上で焼却処分されたという。以上のことはベトナムからの枯葉材輸送がレッドハット作戦の一部であったことを示唆している。ありがとうございます。